皆さんこんばんは。今回の記事は、鬼舞辻無惨が黒死亡をビジネスパートナーと呼ぶ理由についてお伝えしたいと思います。とても興味深い考察です。絶対最後まで見てください。ファンブックで判明した鬼舞辻無惨による上限への評価。ここで黒死亡はビジネスパートナーとして認定されています。その理由は一体何なのでしょうか。そこを紐解いていきたいと思います。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。共有ボタンを押すのも忘れなく。それでは行ってみましょう。鬼舞辻無惨。これからお話しするビジネスについて、鬼舞辻無惨は最重要項目。無惨は生まれる前から死の淵をさまよい、生まれてすぐは脈もなく、呼吸をしていませんでした。荼毘に付されようという際に、なんとか産声を上げることができました。しかし、持って生まれた病弱な体質のため、無惨は20歳になるまでに死ぬ、と宣告されていました。無惨の担当の医者は、なんとか無惨を生きながらえさせようと苦心します。その結果、無惨は強靭な体を手に入れます。鬼の始まりです。しかし、強靭な体と共に手に入れたのは、人の血肉を欲してしまうということと、太陽の光を浴びられないという制約。医者はこの制約を解く術を知っていましたが、悪化する病状に苛立った無惨が殺してしまっています。手詰まり。ここから無惨の太陽克服への研究が始まります。無惨は太陽克服のヒントを探すため、駒となる鬼を作り出していきます。その駒を倒すべく結成された邪魔な鬼狩りたち。無惨の目的に、産屋敷家の壊滅も加えられました。そして、何百年と見つけられない青い彼岸花。ある日、継子に頼一と出会ってしまいます。頼一曰く、無惨を倒すために生まれてきた、とのこと。無惨からすると最悪の日。一瞬で体を切り刻まれ、再生もおぼつかない状況に。なんとか体を破裂させることにより逃亡することができましたが、無惨はその後表に姿を現さなくなります。細胞に刻まれた傷跡と恐怖。無惨は頼一の死を確認するまで、怯え続けることになります。頼一が現れるまでの無惨は無敵だったと思います。太陽だけが天敵で、それ以外は無惨のやりたい放題だったでしょう。そこに現れた人間界の太陽。ここがミソです。黒死亡。黒死亡の概要です。ここも知っておくかどうかで、この先のビジネスについて理解が深まります。黒死亡は上限の1。今の上限では一番強い上限です。元は人間であり、継国頼一の兄、継国道勝という名前を持っていました。道勝は継国家の後継ぎとして育てられましたが、頼一の天賦の才が明らかになると、頼一を後継ぎに、という流れになります。これを頼一は拒否する形で家で、道勝はこの一連の出来事により、頼一に嫉妬し憎悪をします。頼一がいなくなったことで、道勝が家を継ぐ形に、仕方なくなった感もあり、道勝はさらに憎悪の気持ちを膨らませたことでしょう。そして月日は流れ、道勝は妻も子供もいる立派な後継ぎになりました。そしてとある野営の日に、鬼に襲われているところを偶然頼一に助けられます。それは道勝にとって望まぬ開口。頼一は鬼狩りになっていました。道勝は頼一の剣の強さの秘密を知るため、妻と子供を捨てて鬼狩りに入ることになります。頼一の影響で鬼狩りに入り、これまた頼一の影響で痣を発現した道勝。痣を発現した者は、25歳になるまでに次々死んでいく。頼一の強さを手に入れたい、という思いが強かった道勝でしたが、もう間もなく痣の寿命が迫っている。道勝は思い悩んでいました。そこに現れたのが鬼舞辻無惨です。無惨は呼吸の剣士を鬼にすることに興味を持っていました。そこで道勝に目をつけ、鬼の道に勧誘したのです。道勝はそれを承諾。黒死亡となります。黒死亡の名前についてですが、由来はペスト、黒死病から来ているのではないかと言われています。ペストとは、ヨーロッパで人口の3分の1以上が亡くなったとされる疫病です。それほどまでに恐ろしい印象をつけたかったため、この名前にしたのでしょう。旧上限の中では唯一の、呼吸を使える剣士。新上限では海学もそれにあたります。黒死亡は鬼であることによる身体能力の向上、再生能力に加え、痣、透き通る世界の能力も持ち合わせています。人間の思考の領域を鬼の能力でさらに強化したのが黒死亡という鬼です。黒死亡は月の呼吸を使います。その痣の数、
作中で出ただけで16の型まであります。鬼になっても剣技を磨き続けた結果です。刀の名前は巨国カムサリ。大量に眼球のついた気色の悪い刀です。黒死亡の斬撃は剣の軌道の周囲に三日月型の斬撃を発生させます。剣の軌道をかわしたと思ってもそこから放出される三日月によって負傷する。最初は三日月の斬撃に気づきにくいため初見殺しの性質もあります。これには退治した柱も相当な苦戦をしました。また七の型以降は三つ股に分かれた刀に形状変化し斬撃の範囲が大幅に拡大します。こうなってしまうと攻撃範囲の広さが故にかわすだけでも超困難。さらに黒死亡は鬼舞事務山に次ぐ首を切られても死なない鬼になりました。最終的には人間時代の頼市との思い出が邪魔をし自ら消滅していきます。ビジネスパートナー。鬼舞事務山から見た黒死亡への評価はビジネスパートナー。パートナーとは呼んでいますが、無惨はいつでも首を切れる社長であり、黒死亡は絶対服従の部下です。ビジネスを共同運営しているようにも思えません。しかし、このビジネスというワードは、考え方によっては様々な面白い考察に展開できます。一つずつ見ていきましょう。杉国より一の研究ビジネス。まずはここです。杉国より一の研究ビジネス。鬼舞事務山は、杉国より一によって敗北した過去があります。命からがら逃げ出したものの、より一が生きている間は表に姿を現さなくなりました。無惨は研究熱心な一面があります。青い彼岸花の作り方や太陽克服の方法をいつでも研究しています。その研究の中の一つに杉国より一対策もあったはず。より一が生きている間にあった無惨の目的は青い彼岸花を作る、または太陽を克服できる鬼を作る。産屋敷家の壊滅、そこにさらに杉国より一から逃げる、または頼市を倒す、があったはず。その目的達成のために重要なのが、黒死亡だったというわけです。理由は、黒死亡が頼市と同じ血族の人間だったから。そして頼市に一番近い場所にいて、頼市を一番知っている人物だから。頼市の使う火の呼吸、あざの性質、透き通る世界の原理など、黒死亡が提供できる情報は、すべて鬼舞事務山に渡っていたはずです。また、黒死亡の血を使い、杉国の血の研究も行っていたでしょう。そこまで無惨は徹底していたはず。黒死亡はあざ者の寿命が短いことを知っていました。誰もが25歳になるまでに死ぬと。しかし無惨は、頼市の死体を見るまで信用していなかった様子。黒死亡が頼市の死を見届けるまでは、表に姿を現さなかったからです。火の呼吸撲滅ビジネス。無惨と黒死亡は、火の呼吸の型を使うものを抹殺するビジネスを共同運営した過去があります。もともと黒死亡は鬼狩りの一員でした。内部の情報もよく知っています。誰がどの呼吸を使うのか、どこに住んでいるのかなど、おそらく把握していたでしょう。そのため、無惨と効率よくビジネスを進めることができた。こういった意味では、これが一番ビジネスパートナーとしては合っています。そしてそこで黒死亡は、無惨から絶大な信頼を得たことでしょう。ただ、無惨と黒死亡の誤算は、産屋敷家を早々に潰さなかったことと、火の呼吸以外を無視してしまったことでしょう。黒死亡の情報が生きている状態で、すべての呼吸を根絶やしにし、産屋敷も壊滅させておけば、鬼の天下になっていたはずです。太陽克服ビジネス。ここが一番深いポイント。太陽克服という言葉には、二つの意味があるのはご存知でしょうか。まず、鬼舞事務山の太陽克服とは、物理的に太陽を浴びても大丈夫な体になるということ。そしてもう一つの太陽克服は、黒死亡側にヒントがあります。もちろん黒死亡も、太陽を克服した鬼になることは一大目的。しかし、もう一つ克服すべき太陽があります。それは杉国より一です。黒死亡はより一について、こう言っていました。唯一無二の太陽のように、お前の周囲にいる人間は皆、お前に焦がれて手を伸ばし、もがき苦しむ以外道はない。黒死亡こと杉国道勝は、唯一無二の存在、杉国より一の才能について、幼少期からずっと嫉妬してきました。それは憎悪の感情にもなりました。兄という立場でありながら、弟のより一には絶対にかなわない。黒死亡は鬼になってまで、長年修行をしてより一を超えようとした。
より位置を超えて嫉妬による憎悪をなくすこと。それが黒死亡の太陽克服の裏の意味。しかし、黒死亡は最後の最後まで太陽克服を成し遂げることはできませんでした。最後によりいちと戦った時も実質敗北。何百年と修行を重ね、よりいちと同じ能力を得たのにもかかわらずです。目を6つにしてまで、よりいち対策をしたのにです。そしてこれは、鬼仏寺無惨にも言えることです。無惨もよりいちという太陽を克服できなかった。よりいちの死を待ち、ぱっと目克服したようにも見える。しかしながら、よりいちの恐怖は無惨の細胞に刻まれ、物理的にも傷跡を残し続けていた。無惨も黒死亡も、宇宙にある太陽も、人間界に降臨した太陽も、どちらも克服できずに死亡していきました。まとめ的なもの。いかがでしたでしょうか。無惨が黒死亡をビジネスパートナーと呼ぶ理由は、過去からの信頼から来ているものなのかもしれません。より一対策、太陽克服に、共に汗を流した戦友。もっとも、無惨や鬼にそんな感動的なエピソードや感情はなさそうですが。また他の鬼についても深掘りできたらなと思います。今回の記事は以上です。それではまた。